お疲れ様です。ジャニーズの気鋭ストーンズ松村北斗さん、彼の雰囲気がねちょっと変わったというようなちょっとお話がありましたので、今回記事やらせていただきました。松村北斗さん、女性ファッション誌のビビ、こちらの国宝級イケメンランキング、こちらで殿堂入りも果たしましたね。本当に色男イケメンでありますけれども、広瀬アリスさんとのフジテレビ系恋なんて本気でやってどうするの恋マジ、これもねとても素敵でやばいんですけれども、あとは映画のホリックですね、こちら吉岡里帆さん、磯村勇斗さんでね、この弓引いてる松村北斗さんですね。とてもイケメン美女たちの共演でありますけど、ね、とてもイケメンですね松村北斗さん。でそんな松村北斗さんに対してジャニーズの先輩である嵐桜井翔さん、彼があの北斗さんに対してなんか雰囲気が変わったと、そんな感じだったっけというようなことをねおっしゃってまして、朝ドラ NHK 朝ドラにねご出演されましたけれども松村北斗さん、でその前後でビフォーアフター変わったんじゃないかというようなお話がありましたね。それに対して松村北斗さんお答えになってます。高級イケメンランキングですね。で NHK 朝の連続テレビ小説カムカムエヴリバディ、こちらで上白石萌音さんと夫婦役をやられたわけですけれども、本当ねあの昭和な雰囲気もありましたね。でこの2人の沼、これにはまりまくる方が、まあ、世の中にね溢れました、まあ、私もその一人なんですけれども、でその上白石萌音さんのね存在が、まあ、大きかったのではないかと、松村北斗さんの雰囲気が変わった大きな要因になったのではないかっていうのね感じもしますけどね。でこの朝ドラでとてもね眼差しが本当にすごかった、素敵だったっていうようなお話だとかですね、あと黒髪がとてもねその朝ドラで松村北斗さん似合ってましたので、この辺のね関連記事なんかも見ていただけたらと思うんですけども、その辺のところ今回記事概要欄の方に貼ってあります。文字で読みたい方そちらご覧いただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。失礼します。